この島を奏でろ！海水が上がってくるぞ！行こう、次の目的地へ。Thank you.
あの岩礁は一体どういうことだ。よく見てごらん、ただの霧の中の幻影だよ。そうか、もしかして蜃気楼。蜃気楼？剣に誓う。すまんすまん。
綺麗に騎士の風格に気をつけます。いざ、はっ、はっ、それ、はっ、しいざ勝負。
勝負。風の神よ、我らを導きたまえ。トントンが俺の帰りを待っている。どうするべきか。
会いたいよ、トントン。ちゃんとご飯を食べてるかな。私に答えるのだ。この瞬間、お前は風の神よ、我らを導きたまえ。
感覚たまらないよね。いざ勝負。よっ、せい、よっ、とぅ、いざ勝負。それ、せい、助けに来てくれたのか。命の恩人よ、ありがとう。行動するのだ。ここにとどまっているわけにはいかない。いざ、風よ、私、それ。風邪ひくなよ。これ。はあ、せい、それ。この程度の傷、ふん、や、いざ、ふん。綺麗にしません。こいつはどうだ。て、雨のような。
サギ伯爵出撃。風の神よ、我らを導きたまえ。はあ、いざ。これ風よ、私に応えるのだ。やっ、
かな。試合をしよう。ライガー、それ、いざ、よっ、それ、せい、さ、ふっ、ふっ、カット。ヒルチャール、どうしてこんなところに。おい、何をする。誰か助けてくれ。こいつはどうだ。
もうおしまいだ。よりによってアコウトウベキの親分が大事にしていた船を俺たちに任せてもらったばかりなのに沈没させちまった。金とお宝も全部なくした。罰だ、罰が当たったんだ。あんなクグツ虫盗むんじゃなかった。もう俺たちは。黙れ、アコウの親分の船だ。何が何でも元通りに直してやる。
私に応えるのだ。百発百中。それ、せい。いざ、勝負。それ、た。は。は。それ。これ。いざ、勝負。はい、せい。それ。はい、は。こいつはどうだ。これ。あらかじめここに漁網を仕掛け引き潮まで待つ。すると通りがかった魚が自分から捕まりに来るんじゃ。おー、すごいね。ほっほっ、先祖の知恵は計り知れぬ。What?
ここ数年満潮時の水位が高くなってきておる。生活する場所が海面の上昇でなくなりそうじゃ。このまま行ったら荷物をまとめて家族と共に高所へ今日移すしかないわい。お母さん、どうしたんだい？海面が上がってきたから、とりあえずみんなを高いところへ避難させたわ。カホは家族を優先したから持ってくる余裕がなかった。ごめんなさい。カホは島の中央に残されてるわ。もし水が引いたら、もしくは外から人が来れば見つけてくれるかもしれない。バーヤからもらった贈り物見たかい？バーヤが言ってた。これは外の世界から来たもの。ご先祖様が持ってきた家宝なんだ。そうだ、童謡も一曲教えてもらったんだ。確か四方の山野に響く老唱。
波の導きに沿ってこの方向へと、うん、そして強い風が吹いてくれれば大丈夫だ。この季節は月が昇ると風向きが特殊な変わり方をするんだよ。何？本当か？うん、この海域の風向きは全部把握してるよ。私にお任せを。そういえば何をすればよろしいのでしょうか。聞いていませんでしたね。